皆さんこんにちは、アッパーズのなほです。今日はサンライズ九十九里さんにお邪魔しているということで、また別のところをね、皆さんに見ていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。お風呂をね、はい、ご紹介ということで、はい、じゃん、山岸さんですお願いします。こちら側のですね、はい、展望台浴場になりますので、はい、どうぞ中の、はい、今日はねちょっとねお客様が入る前にちょっとお邪魔しております。安心してね、誰もいないから。普段のお泊まりのお客様で、はい、まあ、チェックインも3時から、はい、夜は24時まで入浴できまして、朝はあの日の出の30分前から、うんうん、あの入浴ができるようになっております。ああすごい。であの結構あの湯船に浸かりながら日の出が昇ってくるのをご覧いただくお客様が、うん、はい、いますので、はい、中に入っていいですか？どうぞじゃーん、うわーすごい、見てください皆さん、こんな感じ、大きい、広い。はい、スタッフの方ですか？ジャッキーさんどうですか？ちょっと入ってみます入らないでいいですね、食べるのがいいですね。ねえ、いいですよ ね、 うん、最高ですね。いいニューモーニングが迎えられるニューモーニング、そうだ。まあ、台風平洋を一望できるので、まあ、お昼とか、まあ、3時からだったら、まあ、太平洋の絶景を皆さんにご覧いただいてですね、はい、朝は日の出を見ていただくような感じ。はい、いやいいですねいやゆっくりできるし本当にいいですよね。うんうん、はい、ということで1階に降りてきました。はい、はい、お土産屋さんに来ました。山岸さん、ここはどんなものが置いてあるんでしょうか？あの、まあ、千葉県のあのお土産をですね、あの取り揃えさせていただいておりまして、はい、まあ、中でも今うちの一番のおすすめのがですね、はい、サンライズ九十九里のオリジナルバームクーヘンと言いまして、九十九里町の塩だったりとか、あとは蜂蜜とか、うん、まあ、千葉県の食材ですね、一押しとかです。あ、なんか素敵あー美味しそう。いやでも結構お手頃な値段ですよちょっとこれ夜買って食べたいな、部屋でぜひ皆さんこのサンライズバーム、はい、こっちの大きいのが1350円、はい、でこのちっちゃいのが310円ですね。ハイビスカスでございます。はい、行ってみよう。暗いだけじゃないか。お席もこんな感じで、はい、入り口からねすぐ入ってすぐのところにあるカフェでございますね。落ち着いた雰囲気ですごくいいところなので、皆さんねぜひご利用していただければいいかなと思います。はい、ということで皆さんにお届けしましたお風呂とお土産屋さんを、はい、取材させていただきましたので、皆さんぜひねサンライズ九十九里さんに来た際にはこちらで、こちらのカフェもありますので、皆さんぜひゆったりとしていただければいいかなと思います。それではまた、またでー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。まったねー。